さあということで始まりましたーピーチキャストのラジオ仮のお時間ですこのラジオは毎週水曜日の夜の7時から8時まで楽しく1時間お送りする番組ですおいては、はい、ピーチキャストのマイシショートえー、もうとんでもないぐらいね嫌な季節になってきましたよ東原でーすはいよろしくお願いしますえー、なんで秋冬秋だよね秋冬なんだいやーやっぱこのな,なんていうの夏はずっと 全時間帯通して暑いけどうん、うん、秋って夜はちょっと寒いやしあ<ー>それがちょっと嫌なんだよねであと季節の変わり目はちょっと体調崩しやすいっていうのもあるからああそう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 それだな確かにそれはあるなああしかもなんかあんまり俺沖縄の秋っていう感じをよ感じたことがないばってちょっとしかないよね<も>本当にちょっとしかないさ今まじでまさに秋やんに違うのかないやまだ昼間はまだ暑いだろうまだ あでも今日ちょっと涼しくなかったあ確かに涼しかったかもしれないうわいっ暑いとかっていう感じじゃなかったいあなかったなかったやっぱ秋場よああやっぱじゃもう秋なんだもうそ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 うなうそ十そう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 でうそうなんかうそ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 はいうそ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  思ったよりか涼しかったよや東京はもう完全に秋じゃない秋だよなだってなんか夏はさこのなんか全国的にというか東京とかなんか猛暑が続いてるとかニュースいろいろ見てたから俺まだ暑いんじゃないかなと思ってたああ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 そしたらなんか比較的なんかあれと思ってそうだばよえ過ごしやすいっていうかいいぐらいやしと思ってうんそうそうそうなんですよああだろそうなのよやっぱ東京はあれだな何 夜が明けるのが早いやつさあ,あ確かにやばいよなだってもう4時半5時ぐらいにはもう、うん、青くなってんしもう,ああそう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 あれにはさすがにちょっとびっくりしたやつさ沖縄はもう4時5時ってまだ真っ暗さああやっぱり北海道とかもう2時ぐらいに明るいんじゃんいやいやそれは言い過ぎだいや分からん感覚的な問題かけどああじゃあもうあ確かにそうかもしれない北へ行けば行くほど早いわけ が…じゃじゃないか登ってくるのか、うんうんうん、だからあのー…赤道じゃないけどはいはい、はい、赤道あるよそれ越えると <coughs> どんどん明るくなってくるんじゃないあーじゃどっちがいいお前的には何がよじゃあこのなんていうの朝光がすぐもう4時半5時ぐらいからそ空がシラってしてくるのと<ー>まあまあ沖縄的な感じでもう 時時半とか6時ぐらい暗ければ暗いほどいいよね <laughs> あ暗ければ暗いほどいいうだって人間はもともと夜型人間だと思ってるから夜型人間じゃないだろ夜型人間っていうか夜行性だと思ってるから <laughs> じゃあマジでいやいや絶対なんでじゃあこんなにみんな夜になったら元気だっけいやそれ人によるだろそうか毎朝お前8時に起きてみ<う>夜絶対眠くなるって <laughs> いやでも夜の方がテンションわからんみんな夜の方が楽しんでないあーなんかあーまあ楽しい時もあるけど僕は、うん、俺どっちかやったら夜は眠りたい派だからええー、どっちかやったら朝昼前ぐらいから俺動きたい人だけど午前中とかからパパ,パパパパってええー？いやそうよだって道も混んでるし <laughs> いやいや, <laughs> いやそしたらお前 <laughs> 夕,夕方とかもめちゃめちゃ混んでるやし車はいや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 だから夜は混んでないよあ夜はな夜はぶちすいてるよ本当に夜中とかはだからその兼ね合いもあるんじゃない運転したくない人が多いあ,あ確かにそれを感じてるのかもしれないああだって俺もずーっとバイク乗ってるさうん、うん、久々になんかこの親から車とか借りて、うん、那覇とか行くやし重い、うん、怖いのに何が 那覇から北ンまでさ、うん、夕方よりもバッチシの時間帯、うん、もう5時から6時の間、うん、最悪でよ本当にいやまあそうやな 1>, 1時間半ぐらいかかるよあー確かにそれぐらいかかるぜ俺もうびっくりしたのに最近 <laughs> そんなかかると思いやかかる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 よマジでこれ毎日うわー泡吹くと思ったのにこれ無駄だよなマジで無駄この1時間半ずっと車の中 <laughs> <laughs> ボケーってそう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  <laughs> だからみんな車の中でゆっくりラジオ聞くわよああまあ確かにでもそうそうだから沖縄はもうこのラジオ社会といいますかああ確かにねラジオ聞いてる人たちはめちゃめちゃ多い感じはするけども <まあ S 1> 多タフ県に比べたら相当聞いてると思う多分なあ1位ね 1> おお だって若い頃二十歳ぐらいの時に建築業の仕事をしてたわけよ家建てたりとかする入ったら要はいろんな職種の人たちが来るさ電気屋だとか電気水道だとか鉄筋だとかもうその従業員たち全員ラジカセ持ってるわけ作業するってえっマイラジカセってことマイラジカセもあるし 要は車でもラジオをかけてるして、うん、だから一つの要はちょっと大きめなまあアパートだとするさこ4階だってのアパートを作るってなるさもう全員もう同じラジオを大音量で流してるから建築現場がクラブのような感じになるもう360度サラウンドシステムぐらいかのごとくでも要はどん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 って作業してるからまあもちろん音はまあ大音量なんだけどもそんぐらい聞いてるもう本当に。 やばっ耳に入ってるそれえ一応入ってるぜ作業しながらとかなんか,線引いた,りとかしたら、えー、そうなんだそうそうそうであとなんか年齢層なのかその会社によってなのか分からんけどやっぱ AM 派と FM 派にあーあ、ね、結構分かれるわけよそれはあるかもねそうなった時はもう大変あ<ー>全然内容が入ってこない <laughs> 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 それはな確かに <laughs> いろんなところで聞い、いろんな所得低所状態になるから、ね、<laughs> そう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 。その時はもうなんかちっちゃいラジオとかをなんか自分のテレテレのところにポコって置いてなんか流してる人とか結構いたよ。必需品だろ。必需品やさ本当に。<ず>まあ必需品って久しぶり。必需品。必需品。うん、必需品ね。<ず>まあだからそれぐらいラジオを聞いてるってことか。うん、か全国的に一位って俺初めて知った。すごいっすね。うん、すごいよ本当に。めちゃめちゃすごい。うん、だからこの。 悪循環が生み出した <laughs> 別の循環さらなるモンスターの生んだってこと <laughs> そう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 ああでやっぱね大きな車もすごいよ本当にどうにもなら早く電車通せって感じ <laughs> マジ思うやつさかモノレールをもう薄まさチューブとかも北部まで引っ張るかいやなんでまずチャまで引っ張ってないんだっていう話だからや、うん、あ確かに なんでな,んかな,なんであの那覇しないだけなのかなマジで確かにでもモノレールもさこの夕方とかさ見ると結構パンパンよ。チャタンまで引っ張ってきたらもうやばいよ。チャタンで遊んで那覇にも帰れるわけじゃん。そうそう。名古屋まで行ったらやばいよ。もう車いらなくなるよ。ああ。これはやばいよ、マジで。だって、断然早いもんな。うん モノレールとか電車の方が時間もちゃんと来るし、うん、祭りとかもあんまり左右されないしそうむしろもっとアクセスしやすくなるそ<う>次だなそ<う>いやまだ次だなしかいけないから <laughs> 全部にそうって言うんだよ。<laughs> さあということでこのラジオではメッセージを募集しておりますメールアドレスが797アットマーク FM ギノワンドットコム797アットマーク FM ギノワンドットコムとなっておりますそして本日もツイキャスで動画配信しておりますたくさんのコメントお待ちしておりますお待ちしてますねえ何でも聞きたいことあったらぜひぜひメールくださいよろしくお願いしますお悩み相談も全然やってますんでねこれはやってますよやってますよもう常によろしくお願いいたしますはい なんかやっぱりこのラジオのコンセプトとして、うん、いろんなこの悩みを聞きたいっていうのもあるけど、うん、やっぱエロの提出が必要だよね本当にわかるなんか何かしらちょっとでもいいから、うん、ちょっとしたピンクのスパイスはないと、うん、いや本来もうだからいったらこのイケメン俳優の方とかそういう方とラジオしたいですね そういう方のファンと喋りたいです <laughs> <laughs> ちょっと待てよお前それはお前下心もう出過ぎてるやしょじゃあ俺,が俺が仲良くなるわけじゃないけどさせめて喋るだけでも、うん、ああなるほどね <laughs> い,やいやなるほどね,なほどね,ねえじゃねいよ お前の方がちょっとエロの要素ちょっと強いさもう俺は脳内メーカー昔の脳内メーカーのアプリで脳内メーカーって古いな古いやっ知ってる今の人たち分からんのかないや分からないんじゃない確かに分からんかだから自分の脳みそが何考えてるかっていう、うん、このなんかアンケートみたいなのに答えてそうそうそう,そうなんか最終的に漢字一文字で脳を埋め尽くすっていうそ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 うアプリがあったんだよなで何パーセントは何とかで何とかでみたいな感じ <laughs> で、多分俺脳みそを横から見たときに外枠からで中身全部エロだと思うやつバ <laughs> チコーンってせえって感じ性せえ<い>って感じでしょだからああエロってはなかったでしょエロってはなかったなせえだなに,になってると思うやすさやばいなお前 <laughs> 常になんかちょっと好きやらばエロいことをちょっと想像してしまうやつさああ,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 あまあ、それがまあ男の差ガっていうかもしれないけどもちュ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  それを佐賀だけでは済まされないぐらいエロいさお前 <laughs> チンコもでかいしいチンコでかいって言うなやん <laughs> チンコでかいって言うなチンコは別に人並み普通違う違う違う,違う,違うお前の,あのチンコでかいしは俺まだまだ別にゆるか許せるばって、うん、あの同期の芸人の初恋黒マニアのケンゴさんがいるしうん、うん、舞台中とかあいつ普通に「えっショチンコ出すなよ」って言うばってあ<ー> <laughs> 俺あの回しか俺いまだに分からんばよ <laughs> <laughs> なんでそれを急に言うのかと <laughs> あの人もおかしいからおかしいさ一応 <頭 S 1> いやしょちんこ出すなよってしかもデージでっかい声だよああ言うね言うねで俺もそれに負けちゃう流れが止まるぐらいなそうそうそう,そう <あー S 1> いや出してんよや俺がいつ出したばとか身振り手振りやってるけどあれ一回も受けたためしかないから <laughs> あれあの個人的ちょっと趣味入ってるよな絶対そうだよな <laughs> <laughs> 俺今のところもう7回一応7回滑ってるからよでも あそこが大きい人モテンらしい。ぜえ、そうなの知らんけど、分からんけど。チンコマギはダメだば。チンコマギって言うな。汚い。ダメなんだ。リアルだからやめて方言をじゃまじでよ。え女性はあんま好きくないらしいよ。女性側の意見としてて。そう。え、でもそれ、ああ、一部とかではなくて。いや、からん女性はややっぱ普通でいだから俺、普通って言ってるた。おあ普通じゃない、さお前。普通さ。 お前リレーのバトンぐらいあるさあるわけないだろうよ <laughs> お前そしたらリレーしてるときお前どうするばやバトンと思ってあっったと思ってムンズとか言って逃げられたら真顔やめれやんムーンズちょじゃマジで本当に俺よしリ,リレーのバトンぐらいあるわけないじゃ俺はビビったのよ本当に <laughs> リレーのバトンってお前薄まさ太いよいやいや本当にそれぐらいよマジで <laughs> おかしいおかしいよアリンクリンのクリスかお前かいやクリスはもう別格さ 後輩芸人のアリンクリンっていうコンビーのクリスねうんとお前いやいやいやクリスの方が余裕で破壊力半端ない違うお前分かってないね自分の本当にやっぱ客観視できんから自分のことは客観視って僕はもう毎日見てるけどや自分のチンコは風呂入りながらとかもいやだから自分のしかあんま見ないさんか世界大会とかあってほしいけどね <laughs> 何の <laughs> チンコの、うん、チンコでかさのうん 世界大会、うん、視聴率2ぐらいしかないだろ何でお前配信しようとしてるか<笑><笑> <いや S 2> するかや <laughs> 配信できんよや <laughs> っどっかでさあどっかでってことそう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 ホントにチェックしてみたいよね、うん、あ世界のみんながどのぐらいの大きさなのかとそう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 ,そう,そう,そうちょっと俺気になったから少し調べていいギネ,スギネスとかってことそうそうそう <laughs> どのぐらいなのかなっていうのギネス出てるのかなそんなのいは<笑><笑>いややばいだろ <laughs> だ、ね、ギネスギネスあるばギネス一応あるやつさん <laughs> は <laughs> え <laughs> 本当かこれ何前、まあ、ちょっとじゃあ読んでいいうん世界最大のペニスを持つ男自身が語る全長3 4ンチ 太さ2 0ンチでか太さ2 0ンチってやばいよ直径何直径ではないよね直径だろ直径20セ2 0ンチあ分からん直径が2 0ンチだと思半径だったからいやちょっとだから円で 20cm あいや周囲太さ周囲あびっくりしたいやちょ直径2 0ンチはやばいよ iPhone6 ぐらいあるよいや本当に だから周囲だからこのぐるっとメジャーを回したときのことですよ。ああ、びっくりした、今。いや、長さ30センチってやばいよ。<laughs> 周囲だったら3分の一ぐらいなんで、大体7センチぐらいですね。人さ。はは,は死ぬ太いや。はちょリアルにマイクぐらいじゃないわ。 <laughs> リアルに、ね、やめてじゃあもう俺たちが今喋ってる目の前のマイクに例えるのやめてほんとにリアルに色も赤だし <laughs> 足すな色味を足すなお前色味は足さんでいいよいやーマジそう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 やっばえー、外国の何人外国のねニューヨーカーニューヨークの方ですねええー、はいマジ そう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 うすごいよあちなみに、まあ、これは多分公式なんだけども、うんえー、非公式ながら、うん、世界最大のペニスを持つ男と呼ばれている人物になんと4 8ンチ周囲いや全長を持つ人がメキシコにいるには非公式ってことね嘘だろ て写真 <laughs> やっ<ぱ>おこんなのお前俺砂辺の海岸でしか見たことないのに生小暮いが <laughs> 横にデベーンって <laughs> やばマジこれはでもさすがにきついだろ引くだろ女性陣は引くな引くだろ引く引くよだって男が見て引くもん <laughs> 男が見て弾くのは女の子見たらもうドン引きだろいやーやばいねこれはもうエイリアン本体の口から出てくるあのちっちゃいエイリアンからやめろ汚いパ,パーって例えないで本当にやめてやめて,て怖いよ無理さ一応は。 どんなやでかくならば<で><心>その一物自体もエイリアンっぽいし、ね、<laughs> <laughs> 確かになエイリアンっぽい形はしてるけども、うん、そうそうそう,そう,そういやーじゃあお前はやばいさ本当にいやいや普通ってば普通ではないお前はホントにンでそう言うけど <laughs> あとたまにあれ <laughs> じゃあ待って<何>じゃあスタッフに見てもらおうぜなんでよやじゃあ見るだけ いやスタッフも俺のチンチン急に見るの嫌だろいや見るだけさ <laughs> じゃあじゃあ俺今本当になんもないよじゃあじゃあっち一回見せてきてちょっとこのラジオに出てるスタッフさんをなちょマジで普通うんも,もっともっともっとあっち行ってあ映ってない今今今大丈夫今大丈夫今大丈夫映ってないからそう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 今ねあの前城さんうちの相方がちょっとスタッフに鎮光を。 いやスタッフはちょっと今ね威張ったね<え>俺も同じぐらいです、ね、<laughs> いや, <laughs> いやそんなはずはないいやいや普通ってなんなら俺あまあいいや大丈夫 <laughs> いや普通本当に普通ではないじゃあちゃんとあのーうん、要はプールとか海とか入ってなんか寒いってなった時はもうほんとにキャッていやそれはみんなそうでしょそれは <laughs> もうカンマキリの卵ぐらいキャッてじゃあもうやめてお前これほんとにさ <laughs> お前しょっちゅう変なのに例えるさ <laughs> これマジやめて本当に <laughs> そっからヒャーってなるよそれになると絶対普通ってばホンにいやいやいやだって日本人の平均が大体1 2三センチぐらいじゃなかったあああああそんぐらいよそんぐらい本当に金箱うんそうそうそういやだから平均を超えてるさお前絶対いい平均ぐらいとだと思うけどや膨張したって聞いたよ 膨張時の長さだろ膨張時の長さが二三センチ。そうだよあ膨張時が1 2 3センチ。そう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 だよ。平3 3 3あー、3 3 3超えてるさ<や>絶対。超えてるか3、うん、<ー>ちゃんと測ったことはない。3 3 3のバトンぐらいはあるよな。3 3 3 3 いやそれこそお前そうしたらギネス乗るかんね三十四センチぐらいあるよほんとに <laughs> それ以上あるいやいやだか,だからお前一回ギネス読んだほうがいいい <laughs> いやいや。俺はもう膨張してもストローぐらいだから嘘つけや <laughs> マジ何お前自分のチンコやストローって言ってるわいやもう普通ぐらい <laughs> ある普通さ大丈夫だただストローって言ってもあれよ太いやつよ、ね、あのタピオカ飲むって違ういや変わらん変わらんいやいや別にそれ ちょっとワイドになっただけでやってタピオカ分が入るぐらいの絶対タピオカの人たちに怒られる <laughs> やばい <laughs> やばいよい <えー S 1> 飲料水のストローっていうかこのラジオ女子聞いてる <laughs> わか分からん分 <laughs> からん男しか聞かんだろう。多分それはもちろんなぜだけど前オープニング始まって20分チンコの話 <laughs> マジで終わりもうやばいもう知らんよう俺もうずっと <laughs> よっしゃー びっくりしたいやチンコに拍手喝采とかの,あの好感をいらないですよ怒られたのかなと思って <laughs> <laughs> いやでもやっぱなんか男子は一応そういう常日頃なんかエロ的なものを考えたり想像するさ男だけで男の,男の男の悩み相談じゃないけどさ、うん、男のちょっと失敗談とかのラジオにしてもいいよ、うん、もうずっとエロの話ばっかりしてもいいねだけど絶対もう一応女の 人人もやっぱ人間だから考匿名でねそうそうそれを表に出さないと,、ね、としてるだけかもしれんけどああであの昔読んだ本にあのああ死ぬかと思ったシリーズっていう本があってほほほうほうほう結構もう興味深いねあの絵本チックな感じなんだけど全部でどんぐらいかな50ページぐらいかなああでなんかいろんな人の体験談 をそのなんかちょっとしたコミカルなもんなんか棒人間的なのイラストを加えるような感じの、はい、死ぬかと思っ,もってその中でめっちゃ覚えてるのが、うんえー、カップル<う>要は、えー、彼氏と一緒に<う>、えー、デートをして<う>その夜、えー、ラブホテルへ行きましたでなんかまあまあ別に別に初めてのことではないんだけども<う>こう今日は久しぶりのなんか エッチだからドキドキキしちゃうなっていざなんかパッとエッチをした瞬間に彼氏がキャーっと叫んだ、うん、要は女性側がっ、えー、と痙攣っていうかしつけれんを起こして、うん、抜けなくなってるわけよああこれ本当にあるんだなあなあで,マジで怖いけど思ったわけよ、うん、で抜けなくなったでフロントに電話してどうしようどうしようとしてるうちに ラブホテルに救急車が1台到着<ー>でしかも抜けないから単価に乗せることもできず的な<ー>でなんかその救急隊員3名ぐらいで運ばされて<ー>このめちゃくちゃ恥ずかしくて死ぬかと思った的な<ー>そういうなんか小話的なのがいっぱいある本だわけ死ぬかと思ったシリーズっていうのはなんか結構面白かったんだけど<ー>だからこれ本当にあるんだなと思ってこれなあすごいけど実際にあのー。 体験,体験した人に話聞いてみたいやつさん周りでなかなかいないよなかなかいない話は聞くけど出会ったことはないやつさんだから多分なんかちょっと都市伝説的な感じの雰囲気もあるけどもうまあ今あれやったら、SN、インスタかなんかで「え募集しますラジオの」つって「ちつ,ハッシュタグちつけれんって」ハハ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 ハ <laughs> エッジ聞きすぎだろそれお前いるやんに <laughs> うわーでもマジで本当に聞いてみたいだよあ,あでもなあ確かにちょっと俺も興味深いからちょっとそれ今日ちょっと女性側はちょっときついと思うばよあ確かに,確かに男性側でちょっと聞いてみたいよね,いいよねはいはいはいちょっとハッシュタグつけて聞いてみようなんか全国的にいるのかどうかあ <ー S 2> なんか気にならん一応 このラジオでは来ないよメッセージメッセージは分からんけども女性側から来るわけないしなんか犬猫の動物なら見たことあるけどやあんか抜けなくなってなんかキャンキャンいってるのとかそれはかわいそうだよねそうそうなんかめっちゃ痛そうってなるけどああそうっすよねなんかなんかそれ具体例出すなお前たち2人とも。 お前たち言われたよ。お,お前まだ <laughs> お前七時だ。<laughs> でも、早い、うん、早い時間から。フリーな感じで。大丈夫。<laughs> 大丈夫だろう。この後の番組、なんか。爽やかな番組でしょ毎週思ってるんだけど。のね、その前になんで、ちつけ入れんの。<laughs> やばいからね。毎週思ってるから、俺。<laughs> なんかなこの水曜日の7時からだけなんでこんな異常にわけのわからん話してるわって思うけど俺いつかこの車でスタジオに突撃してこないかなと思ってるんですよ、うん、このスタジオから目の前のこの道路をこう見れるんですよね、うん、お車通りが激しい道なんですけどそこの道からぶち切れた人たちがバーって,て <laughs> 俺マジで本当に逃げるよマジで。<laughs> そしたらもうキャンさんはもうすぐ音楽ラジオにバーンと切り替えて喋 <laughs> ってません <laughs> 言うしかない本当に,でも局長に自分卒業したいのえっ<え>どういうこと暴露されたってこと、はい、あ,ああああえー、えええええ そんなひどいそっかじゃあ局長も行かれてるんか <laughs> マジ行かれてるほんとにマジ行かれてると思う <laughs> じゃあ大丈夫かまだじゃあ可愛い方なのか俺たちはいやいやじゃあそういうだからあれでしょだから別にそのエロいから卒業したいとかじゃないってことですよね単純になんかいろいろな要素が絡み合ってってことですよねあってんですか <laughs> あそういう意味の卒業 知らんかった。あ、あそういうことですか。ええ、持ってる番組かなんかのあれかなとか。ああ、そう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 。ええ、嘘だ。そういう暴露早すぎる。早すぎるって。一番人が聞いてる時間帯。五時代って。ただやっぱねそうなってくるとなんかあって思うかもしれないけど、ただ芸人でたくさんいるから。あいるよな。しかも別に周りもなんかいるし。 だ、うん、からなんかもうんかキャンさんあキャンさんって言ったら、まあ、あれだけどスタッフさんねあ、まあ、スタッフさんはねだからこの何かしらの問題を抱えてる <laughs> これはだから選びすぎとか <laughs> ああちょっとなんか高いってことでしょレベルが高いというかなんていうのかな <laughs> まあそうかもななんかねか女子に対して何かトラウマがあるか が本当はやってるけど自分の中でやってないと思い込んでる異常者かどうかそ,そのパターンもある <laughs> 泣きにしもあらず <laughs> うんにこれ,本当にこれだからつどうなんでしょうねリス<ん> <laughs> もういいだろう うんうんううんじゃあ分かったあれってことさっきあのスタッフにじゃチンコ見せようって言ってお前のデカさを確認したさうんうん童貞に見せてるさはずいさしかも1位けどパイパンどなんばこれ童貞にパイパンのチンコ見せるってどういうこと知らんしモントリオデカさがどうのこうのとか言う前に知らんしそんな <laughs> しシンコ見るなって言わない <laughs> 知らんかったわ <laughs> まあこれもう後ほどちょっともっと詳しく掘り下げるしかないの。<うん S 2> そうだう <ん S 2> ちょっとじゃあ一旦曲一試てシいきますかああ行きましょうはいはい,はいじゃあ一旦曲一試。てシよろしくお願いします <laughs>、はい

では10秒前でーすさあということで引き続き、はい、ピーチキャスの狩りお楽しみくださいよろしくお願い,いたしますはいさあということなんですけれどもどうしますかなんですかかでじゃあいきますか 毎週の舞尚、えーはい、さんの、えー、1週間の気になるニュースの時間です。はい、よろししくおお願いし、はいいます週ののののさんがにににに全然ををないので個人的にややららせてもううととこ間気るニューーースコナった後に またあのの下ネタ話戻りま戻るんかいわかりませんけど戻るんかいじゃあ1週間の気になるニュース今週もやってきましたからじゃあ第3位第3位はいえちょっと悩んだんですけれどもまあ第3位はえしっかりしたそそううしっかりしたニュースだなあれはねじゃああの俺 あ<ー>もう、まあ、結構、もうちょっと旬は過ぎてるかなっていう感じするんだけどおーおーもういいだろ、あれなもう、まあわかるやりすぎよ、もうなんか昼もさもう夕方とかもそんなニュースで取り上げてかるかるもうお腹いっぱいやつさって感じわかるの3位、俺はだからえっと、何だったっとたけ、えー、宮川選手がそのパワハラとか受けた。うん、で なんかその教えてた早見コーチだっけ、うん、がなんかえ無期限のなんかそのジムトレーナーというかそのあっち出入り禁止で受けたけどちょっとそれは罰が重すぎるんじゃないかということでその生徒の宮川選手がこう言う、うん、そしたらなんかまた上から圧力かけられる、うん、なんか要はだから三角関係的なもんでしょそそそそそうそうそううそうよ本当に一向に解決しないさ <laughs> 一向に。 まあこんなにも引っ張って引っ張ってさ結局何が言いたいわっていう話さ前どのことく見てたんだけど俺は、うん、進展があるかなってそのあれ聞く前にもう「嫌っさ」って飽きちゃう <laughs> 話が多すぎてそうそう多すぎてあなるほど、ね、まあ手出すのはなんかダメとかなんか言うのあるけど、うん まあね手出すのはねうんそうそう、まあ、行き過ぎたのはダメって言うけどだまあ今の風潮としてダメってことでしょ、うん、でも昔とかってそんなの別に気にしなかったさまあ昔はね、うん、だから今は違うんだよでも今は違うけどだそしたら別にそのコーチと生徒の関係だからもういいやんにと思うわけよ親も別に突っかかっていってるわけじゃないしうーんなるほどね だからそれを要は動画に撮ってアップしてる人は多分俺体操が下手くそな人だと思う <laughs> それをネタんでちょっとなんかさらしてやろうってきたやつ。なたかバーってやってるんじゃないかなと思うああなるほどだってじゃないとそんな人のこと気にしてる暇あったら自分のことを集中した方がいいさしかも体操ってなんかそんな感じじゃないわまあ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 そうだけど、うん、だから多分 SNS が悪いもう今の時代のああ SNS ね、うん、全員が監視カメラだからもうカメラを持ってるわけだからまあ一応言ったらね 1>,、うん、1億総監視者みたいな感じで言いますもんね、うん、そうそうそうそんなの全部考えて行動したら、うん、もっと窮屈な人生になると思いますいややばいよねそれはやばいと思う、うん、でこの前も、うん、ちょっとその関連的な動画を YouTube で見ててうん あのー、バイクの動画見せたわけツーリングとかのハーレーだとかいろいろバイクの見てておうおうあ楽しそうだなと思ってて<う>そなんかテロップがなんか違反警察官を逆に叱ってみたっていう,おう,おうあーあるなーたまにやらんでいいさあ分かるもう分かるなそれそれ分かるなしかもなんかしょうもないよなんか信号の手前 えー、3 0ルはなんか左折禁止だよとか、うん、ああ俺それ見たかもかなハーレーのやつだろ、うん、ハーレーのやつ、うん、いやいらんさそんな別に、うん、追いかけ回してまで言うことでもないしハーレー乗ってるんだったらもっと気持ちを大きく持ってと思ってそこ日本人だよなそう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 ,そう <laughs> ちょっとぐらい警察だって人間だからそんなちっちゃいミスはあるやし すっごいもう本当に人が聞いてないかのような持論をととてもラジオとは思えないような発言をどんどんしていっま,、まあね、まあまあまあじゃあ俺がニュースを見てた俺が思ったことだからもうまあ人のことはもういいだろうとそう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 でもそれは正していかないといけないですからねうんうんいうといやだからこのだからといってみたいなっていうのが今の世の中の風潮だからさ、ね、はいはいはい、はい、いやだから で見て見るふりはするなって言ってるわけじゃないわけ、okay、ああはいはいはいそこまでさ目くじらを立てて追い回すことかねなるほどそういうことかそうそうちょっと肩が当たっただけでなんか「おいこらお前どこ見て歩いてんねん」みたいな怖<わ>なんで関西弁なのとかし死にわいで沖縄の人とかだったらさなんか街を変えああすいません」とかだって なんか言うさいや分からい言う人はいるよはまあまあいるかもしれんけど<ー>もうまあ、うん、そんな怒らなんし、まあ、東京の人たちは当たっても無視いやまあそうだね確かにそれこそ俺人間性疑うけど <laughs> <laughs> 出た東京批判いやまあもう確かにもう出入りも激しいしそんなかもしれんけどいやだってこのままいったらもうすごいことになるよアジアの国みたいになるよ ちょっと車がバーンぶつかっただけでも無視してブーン「ごめんね」みたいなとかお前足よだか,だから大小をつけたらそうなるさまあまあまあねでしょうん、うんまあ、そうだなだアジアのだってバイクのあれはもうヘルメットもつけてないですし<ー>ちょっとコツンと当たってもみんな別に警察呼ぼうっていうわけでもないし、まあね、そうなってくるんじゃないかなと思ってね 怖いなと思ってあそこがマションさんの持論とそう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 なるほどねこれが第3位第3位すごいですこれ第1位かなと思ってましたけどいやいやいやなるほどじゃあ続いて1週間の気になるニュース第2位は第2位え北海道地震まあこれはねうん地震は予期せぬタイミングで起きてしまうので予測はちょっと難しいんだと思うんですけれどもはいはいはい でまあまあねこの自粛というか、うん、なんかいろいろ企業さんだとかなんかこうやってるっていうのは聞いてはいてなんかああす,すごいなとは思ったんですけども、うん、まあ大変だなとは感じてますよ、うん、でなんか募金でもなんかもしやったら俺は基本入れるようにしてるわけああ確かにお前入れてるなうん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  この前お前が入れようとした募金を俺が後ろからお買い受けだったからそのまま使ったけどじゃなくて募金をやったんじゃなくてまず俺がお金ないからいやまあね俺に募金して募金も大事だよもちろん大事だけど俺がその時お金ないって言ってたさあいいすよわかります募金大事なんですけど俺が後ろでお金ないんだよねしょうつって。 ちょっとジュースおごってみたいな話はいみたいな俺もないけどみたいなこと言ってたのよ、うん、で自分買い物してまあじゃあいいやと思って、うん、俺もじゃあちょっと1つランクを下げた飲み物買おうとしたのよほ、うんとは炭酸ジュース飲みたかったんだけど買おうとしたらこいつ余ったお金を募金しようと「うん、いや俺にまずおお <laughs> 買わせてくれと」と <laughs> 相方なんだから。 お前多分7円ぐらいのお釣りをああそ,れそれで買えたし7円でお前炭酸にグレードアップできたんかできたしできたしできたしあそうかああじゃあそれはじゃあ周りにいる人たちを一旦聞いてからじゃあ募金するにしてなんでわが気ー使うってんじゃんお前いやごめんそれはごめん,それはごめんな,な,なんだっけじゃあんまあ、北海道なそうそうそうああでああなんかまあもうツイッターなんですけれどもああ その後にちょっと見てなんか電力とか停電とか結構してる中なんか誰かのツイ,ッター,ツイートねなんか回ってきたの多分要はバズってるのかどうかわからんけどもムービーで撮っててなんかこんな一大事だというのにパチンコ屋はオープンするのかって言ってなんか店内をこう撮ってるわけよで、それを載せてるわけさこう これはね俺ちょっと難しい判断だなと思って<ー>どう思うお前はああ<ー>、ね、なるほどなそう,そうなんかまあうんまあいけ,いけないことでもないしまあちょっと自粛して<ー>ねちょっと まあ、お店を休めるでも休めたらそのお店も赤字になるわけだし確かにでだから何ていうのプラスそれをネットに上げてる人もちょっとよくないんじゃないかなと思ってだってそれを上げなければ目につかなかったわけでしょ<ー>でちょっとだけな,なんかもやっとしたわけ はははんかねんか変なもやっとのしかたでうんわかるなそれはなそう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 だからこの被災した方からしたらまあそのあげた人がどうなのかわからないけどちょっとイラっとくる人もいるんじゃないかやっぱりまあねっていうのをちょっと思った第2位のやつああなるほど あーこれはなうんなまあでもパチンコ屋さんも上から言われてるかもしれんからやあーかもしれんし,、ね、オープンしろみたいなうん、うん、地元の人たちは地元のパチンコ屋さんの人たちは飽きらくなかったけどって可能性もあるからやうんま、う、あ、ん、あるね、うん、上の人たちがもうゴーって言えばもゴーですからそうお客さんいたのかな本当数名よでも少なかったよだけど店内を見た感じ、うん、だからまだだからその地元民たちはだから行かないよって で、多分してるとは思うわけ。ああ,ああ、まあ、まあね。ああ、なるほど。第二位。すごい、なんか1位になってもおかしくないようなニュースが。三位,位と。まあね。じゃ、第1位は1週間の気になるニュース、なんでしょうか。1> 第1位は。はい、初恋クロマニオン、比嘉健吾、育毛エステに通う。どうでもいい。<laughs> どうでもいいやっさ、マジで。1> 第1位やっさ。 イクモ・エステ初恋クロマニオンっていうね <laughs>、うん、同期の芸人がいるんだけど<ー>その中でもなんかいつも仲良くしてもらってるあのケンゴさんっていうのがいるんだけども、はい、なんか「イクモ・エステくらしいよ」えっ、ー、お,<う>お前も多分そうはぎ鑑定してるからちら<ー> <laughs> ってめちょっと前に楽屋で行ってたの分かるああ分かる行ってたかもそれがなんか今実現にしようとしてるらしいわけおーえー でもしかしたらそこのお店の、えー、テストモニター的ななんで字までも健吾さん自力を本当に自分で交渉しに行ってるからどういうことでだから自分芸人なんですよとかもう全部説明してるんだんですでそれがもしかしたら実現しそうってなってちょこちょこまだ行ってないのかなでも一応行くって言われてためっちゃいいじゃないですかってなって俺も行きたい あだからもう便乗してもいいと思うしでもが大体こういうのって1人とかじゃん1店舗につきだから健吾さんの行動力すごいな,なと思って、うん、で要は「一飯っていう番組もやってるさ沖縄の深夜の番組の<ー>要は社長におごってもらう飯が一番うまいということで、うん、なんか社長の話を聞きながらなんかそのつってもほんの少し借りてなのかな。はははいはい、はい どなんかこんな社長社長にいろいろ聞いて聞いて回ってとかだったと思うけどでもそれでもすごいなと思って確かにだってあれ下手こいたら30万とかかかるし半年なのか1年なのか分からんけど期間はそれをじゃあもしじゃあ仮にテストモニターということで降りたらまあ全額フリーになるか分からんけどもじゃあそれの半分ぐらいでもいいですよってなったらめっちゃありがたいさでその成果をどんどん そのお店のホームページにアップしていくのかは分からんけどええー、すごい俺もやってみたいなあんかいやすごいなあと思ってそういうテスター的なのを体験してみたいなと思って、うん、かなかなかないし俺たち俺たちの周りはなんか意外にいるけどわかるわかるわかるかる 大事だな。これ第一位と。第一位。すごい本当にどうでもいいニュースでしたね第一位。すみません。毎回多分一はどうでもいいニュースになるから。なるほどね。じゃあ馬場さんの一週間の気になるニュースのコーナーでした。ありがとうございました。はいありがとうございました。じゃあということで、じゃあちょっとね、あはい CM いきましょうか。音楽いって CM お願いします。 ラインボケてるのワッターだし、ノーツッコミか、は？<laughs> ボケてるのワッターだけだし、お前ノーツッコミ飯。 かな ээ 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 さあ、ということで、はい、えー、あっという間の一時間ということで、<ー>エンディングとなりましたありがとうございますちょっとね、えー、今週のラジオはちょっと前半、めちゃめちゃ下ネタでしたけども。一生この下ネタでいこう。<laughs> <laughs> <も>う下ネタラジオあ男性のお悩み相談を受け付けてます女性一応一旦省いとくんだええもう多分女性は聞かないでしょうねこんなお下劣な番組は <laughs> いやいや分からんって <えー S 2> 中にはいるかもしれんやしちょっとじゃあね <はい S 1> 本当にそうです珍しいですよこんなに1時間話してうん メッセージが一件ですから、ね。かいや、下ネタが聞いてるでしょ。でああ、聞いてるんですね。やっぱ、えー、ツイッターネーム、ゆうねえさんですね。ありがとうございます。はい、ますこんばんは,こんばんは。ええー、爆笑しました。はい。えー、電車の中だから、こらえるのに必死と。あれー。あ 女性ですかゆう姉さんはあんなに聞かない聞かない聞かないであろうという女の子これ女の人たちでしたら相当エロいですよこの人決めつけないでください東原さんエロいかどうか分かりませんからこれエロ姉さんだねユゆうねさんですエロ姉さんではないですゆう姉さんです分からんよお前いや分かるだろう本当に何をそんな秘めたエロスを持ってるようなリスナーにさせるなお前しゃべおいな仕立てあげるなそんなお前エロいね本当にもう 見てみたいよほんとに <laughs> あいやただのエロじ,じやしょ <laughs> お前見てみたいよほんとにって <laughs> <laughs> <ー>どこを見るからもう大変だよ何が脳内メーカーが「せ」っていうやつと「はがやチャガチャの女好きで地元の女に嫌われてるやつと <laughs> で童貞のスタッフだから、ね、<laughs> <laughs> とんでもないこれ。 とんでもない本当にい化学反応が生まれそうる雰囲気ではあるけどありがとうございますじゃあちょっとすいません僕ライブのお知らせちょっとやっていいですかはいえっとですね9月の14日金曜日ですね今週の金曜日あさって吉本うちなランキングライブというのがございます沖縄芸人の若手のランキングライブですねチケットを我々持ってますのでよろしくお願いいたしますよろしししくお願いいますすす日円でででののはさあそて月ね 1> m 1グランプリ2018第1回予選が沖縄か月で行われます、はいえー、こちらがお昼からとなっておりますので、はい、ぜひ、えー、来たい方は遊びに来てくださいお願いいたしますお願いしますそして急遽決まったんですけどもその m 1グランプリが終わった、えー、9月の15日の夜ですね後輩芸人のオーシャン亮次のちょっとライブ、はい、朗読ライブということで、はい、これね激エロです ち,ょっとちらっと聞いたんですけども、うん、あの官能小説あるじゃないですかそれを読むというで後輩の領事はあのいい声芸人いい声芸人っても言われてますんであ<ー>、まあ、そういったのもちょっとなんかなんか新しい試みで楽しそうだななるほどなるほど楽しみだね。だ、ね、なんかあのエロをまだ体感したことない人はあの人生の8割を損していると言われておりますので,<ら>でエロと思ってる人はさらなる高みを目指すっていう。 エロはもううそいう生き物ですからいやそれはもうこれただ言われてるだけですからそう言われてる自身がもう幸せでありまですねっというのがありますのでぜひぜひチケット欲しかったらメッセージよろしくお願いいたしますお知らせはそのぐらいですかねはいえツイッターにも有名さんがかなりも本当面白かったわとあらありがとうございますエロいや決めつけないでだから <人>いやいやいや、好きで聞いてるんだからエロいかどうか分からんも今, <度 S 2> 今度飲みましょう <laughs> いやいや早っ誘うの早っああエロいよこの人いいいやいやいや、どうか分からん <laughs> はいむしろコメントしてほしいけどなエロいですよとかなこの最後の最後ももうすぐさお前じゃあそこまで <laughs> なんでさんで俺が飲んでるお前っていう人間は嫌になってくるぬ <うん S 1>、うん ぬー <laughs> ってなんか <laughs> なんか嫌になってくる <laughs> 本当に。はい。まあいいでしょう。はい。はい。さあということで、えー、今週のピーチキャストのカはここまでということで、はいえー、また来週お会いしましょう。えー、以上ピーチキャスト毎週のショートト、えーバルでした。ありがとうございました。たまた来週。ありがとうございました。また来週。